ってても、これぐらい1年間ちょっとしないと、無理やり無理をくれてて、そんでね、なんか、一応、なんか、奈緒さんにもさっきお聞きしたんですけど、ゴシックで、今やっぱりちょっと流行ってるって言ったら、なんか、あの、星とかね、なんか、プリント系のがゴシックでもちょっと流行ってるんですよ、それのアイテムとかでも。サタニストのやつね。そうそうですね。悪魔みたいなね。で、うん、で、あえてそこを、使わないで直さん流でしたんですけど、ゴシックに関してなんかちょっと今となんとかと違うとか何かありますか？あんま変わってないかなとは僕は思ってますけどね。アバレルでは。アバレル。アバレル。アバレルって。アバレルって聞こえましたね。世界観それだから、うん、どっちかというと保守的だよね。あ、まあ、そのいい意味で古典的というか、そういい意味で変わってないから、大事にしないといけないもといけないもん。だからその言ってたそのこう目とか、うん、あともう何年か前かもとかあったの、結構目だった。先取りしてずっとしてたんです。あ、違う。あ、こう繰り返してるわけ。ああ、まあそうですね、確かに。なんていうか、音楽でもそうですよね。流行りってやっぱりね。こうなったらこうなってこうなって。それでどれくらい、そのアパレルで言うと、はい、感覚的にどれくらいの周期で。はい、回転してる。なんか音楽は結構10年に1回なんかリバイバルじゃないけど、アパレルも10年に1回。ああ、やっぱそうなんだ。なんかスピードが速いとか言いながら方向性は大体10年周期で。ああ、やっぱじゃあいろんなことに共通して言えることなんですね。だから全部関わってるんじゃないかな、音楽もファッションもメイクも全部こう。全部コスプレに関してはもう全然ですけどね、常に進化してますね。ああ、そう。うん。常に。コスプレの世界でのリバイバルみたいな。それ技術力じゃないの。あ、これはもう、さした音楽もね、そうですし。うん、そうだね。すべてが、技術は常にこう、右肩上がりで進歩する中で、その当時のムーブメント的なものがまた、ただそれってきっと、10年ぐらい空くと、その時、それが流行ってた頃に知らなかった世代が、ちょっと顔赤くない？いや、今日ちょっと恥ずかしくて、なんか。ちょっとなんか、ちょっとね。そう。熱風がね。こっち見たら、なんか、志村けんさんみたいな。そんな熱いかな？熱いじゃない？赤いかな？そんな赤くないよね。そんな見て、ちょっと男を気になってます。そんな、赤い反射かな？そうです、多分、壁のおかげだと思う。壁のせいだな。ファンファンと血走ってきてないですか？大丈夫？なんで千葉市？ここら辺まで真っ赤な千葉市って大丈夫？暑いんですよね。暑い分。もうお酒は止めてもらってる。ね、もう。で、何でしたっけ？ 10 年ね。リバイバル。だいたい10年かな。でもまあ、一刻一刻とスピードがほら、変わってるって言うじゃん。ああ、まあ、そうですね。スピードって言ったら、どうしてもなんか、ハーティーシングリーの方、うん、僕ね、マックス派でしたね、どっちかっていうと。マックス。踊れる？踊りたかった。踊りたかった。ゾーンってしてる、ゾーン。ゾーンはもう、これはもう、ゾーンやばいですよ。もうシークレットで。ゾーンって俺、ファーストアルバムの、あれ作ったの。あ、そうなんですか？本当ですか？オブジェしかも。ここじゃないの？オブジェ、あ、そうなんですね。見てみよう。確かに。ファーストアルバムの雪にグサッと刺さってるやつがあって。オブジェです。それ服のオブジェで、俺の担当者。それどういう経緯で？なんか、あの頃だって若かったやんか。そうですね。若くて、そう、十何歩で、でもなんかあの頃ゴスロイとか流行ってた、スパンとか流行ってたから、うん、H&R となんか着たいかなんかで、うん、で、一回その流行ってたかって流行らしましたよね。流行ってたかって、勝手に流行ってたかも見れてますか。結構ね、激しいプリントで、英語で書いてるからあんま分かんないじゃない。結構やばい言葉書いてたのよ、俺。あ、ハッピーニューイヤーとか書いてた。そんなもんじゃない。いや、もう、死んでしまいぐらい。ピーみたいな。あで雑誌に載ってて、うっしゃと思ってたんだけど、うん、だその子らがなんかやっぱ思い出として、うん、なんかエッジナウトを着てそのアルバムかなんかを作りたい。なんだけど多分その過激すぎるのかイメージが合わないのか、うん、無理で、それでなんかそのオブジェとして、うんでそのあオブジェの服じゃなくオブジェな、でもそれだけナオさんと使いたいっていうことですよね。なんかね、すげえアピールがあったんですよ。ソニーか、どこエイベックスかどこ、うん、で、なんとか取り入れたいかなんかできませんかと、で、一応そのオブジェを洋服をね、キャンバスに貼り付けて、あ、そうなんですね。上からビャー塗って、それがぐさっとこう雪国のなんか雪の中にぐさっと刺さってんのよ。それが何年ぐらいですか？2001か2じゃないかな。シークレットベースってあったやん、有名な。あれキッズ王ですよね、あれ違ったっけ？あのヒルドラ、あれ違う？キッズ王じゃないや。
実はですね、ヒルドラの主題歌でもう全国民が見てましたよ。あ、だから俺も聞いたことある歌だなと思ってて、こんなちっちゃかったよ。もう10年後の8月に確かまたあったんですよ歌詞にある。その解散した後に10年後の8月にまた会えることみたいな歌詞があって、で10年後に確か再結成してるっていう。あ、ちょっとすいません、今思い出しました。ゾーンの話ですか、スピードの話。スピードから発生してる今ちょっと関係ない、ちょっと話、はい、続けてください。あ、すいません、はい、でいうことで、ちょっとシリスゴミ感とかすごい終わっちゃったけど、ね、まあそうですね、ちょっと配信見に来てくれてほんまありがとうございます。コメントでね、また入れていってくださいね。はい、そうですね。ほいだらちょっと次行きましょうか。はい、あ、ちょっとね、これもね、聞きたいことで、そう、ヨネちゃんのね、はい、今バンドで、はい、活動されて、まあ今ちょっとこんな感じで、はい、これみたいな感じで喋ってますけど、普段はもうこうやってどんな感じ、ね、ちょっとやってみますか。イヤベースなんで、ビワですか。そう、ビワフォースです。ビワニスト。でもなんか、はい、ここら辺とかに直さんデザインしてある、あの日本語とか書いたら似合いそうですね、ボディに。濃いの入れ墨とか似合いそうだもんね。そうですね、ちょっとアウトローな感じで。ちょっと和っぽいのいけるよ、ね、いけると思いますよ、いけるよ、ね、この前言ってた、あの、デンデデンの人が書きそうな顔してますよね。京都の方ですね。そう、だからあの結構これ眉毛とか描き応えありそうなの、ね、うん、なんかあのフェイスペインティングやって、あ、そう、なんかここに鬼みたいになって、うん、やりましょうか、鬼像。あ、じゃあ鬼像、あ、じゃあちょっと次回の配信であの鬼像のビフォーアフターやりますので、よろしくお願いします。像でしょ、あ、いいっすね、鬼像ゴシック、うん、あ、じゃあその3月の、あ、3月じゃないよ、それは、あ、そうだよ、あの、ね、一応ね、3月の、今14日で決まったんですけど、はい、14日の日にちょっと和装イベントをしようということで、うん、そこで仮装ありき、和装ありき、はい、で、あとはちょっと直さんとかと一緒にちょっと怪談話も入れたりとか、うん、ちょっとね、あとリスナーさん、あとファンの人にも来ていただいて、うん、そこでもちょっとゴシックトークっていうか、はい、まあ、ホラートーク、うん、で、あとまあ、ね、ちょっとまあ UFO から何からちょっと UFO ってちょっと 和の感じ薄れてません？もしかしたらいるかもよ。あの、来てるかも。国産の UFO ってことですか？いや、そのイベント会場に宇宙人が来てるかもしれないですもんね。まあ、可能性ゼロではないですからね。でもなんかね、あの、誰かから聞いてそんな話聞いたら、今年あの宇宙人の発表があるって、なんかそういう発表があるとかっていう、都市伝説的な話だった。そうそう、なんかね、あるのかな。なんかでも言いますよね、そのアメリカなんか何年機密情報を守ってずつ出してて、びっくりしないようにしてるでしょ、うんうん、どんどん慣れてしちゃって、ちっちゃいのね、普通にもういきなり出したらびっくりするけど、徐々に人がちっちゃくなってったら、そうそうそう、全然違和感なくて、おお、お疲れみたいになりますもんね。だからなんかまあちょっと怖い話、直人さんもだから結構あの地方行かれてるんで体験してるんじゃないですか、ホテルとかないですか？それまあいろんな人から聞くね、うん、僕はあまりないかな、2、3回ぐらい。おお、ね、2、3回あるんですね。じゃあそこのちょっと2、3回とかを、で、あと、はい、あのリス、あのファンの方、リスナーさん、ね、来てくれてる方の怖い話、怖い話ね、嫌だ嫌だって言ってる、うん、意外と皆さんね、体験してるんですよね。僕ありますよ、うん、そうそうそう、だからそこマッドナイトイベントってやってたんですよ。あ、そうですね、前あの怖い話だけを。あ、そうなんですね。でもあんまり怖い話ばっかりすると無理、ダメな人もいるから、ちょっとなんか怪奇、怪奇系でなんかちょっとそこも入れつつ、ね、で、あと直さんが今年あの和っていうことでちょっと ね、そう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 、和のお洋服をなんか妖怪系ね、妖怪系で、ね、あとちょっとコス、自分もちょっとコスプレして、うん、ちょっと企画してるコスプレをしてちょっとなんかあの、まあ、そう着てるとかちょっとやってみようかなと思ってるんですよね。じゃあそこで鬼像が、鬼像が暴れると、暴れるようがっていう感じで、なんか和の曲作れないんですよね。あ、もうそれはもうあの和楽器関係のアーティストもあの仲間には多いので、ちょっとじゃその日に向けて仕込めるようにはね、なんかまた面白いあれがあればちょっとやって、ね、じゃあ、3月14日3月14日、3月14日曜日は土曜日、土曜日、土曜日、はい、3月14日土曜日、必ず開けといてください。本当は4月の4日にしようと思ってるね、死ぬ死ぬ、ああ、死ぬ死ぬ、直さん好きそうです、花火、死ぬ死ぬ、花火でいいんじゃない、花火、あー、花火、死ぬ死ぬ花火、死ぬ死ぬ好きですね、そうシングルベース大丈夫か、開きますえ、あ、死ぬ死ぬ花火、あ、死ぬ死ぬ花火じゃないわ、死ぬ死ぬ花火、花火、花火、行きましょうか、
あ、じゃあ、ロケをして、ついに花見をしながら配信。花見の時、やっぱ寒いよね、なんかなんだかんだ寒いですよね、寒いよ、ね、春とは言いながらも花見は寒いね。寒いですよね。なんか昔暖かくなかった花見。なんかね、そう、そんなイメージがありますね。ちょっといいですか。ここからいいですか。はい、スタートシーズン話終わっちゃった。ねえ、どうでしたっけ、どっから。まあなんかバンドマンの、はい、こうインディーズのバンドマンの人たちいっぱいいるじゃないですか。そうだね、多いですね。うんうん。なんかどういう風に戦略を練ってるのかなって、はい。戦略。だからさ、うん、昔やったらさ、うん、なんか曲作ってカセットテープとかさ、うん、に。吹き込んで、うん、やるって、それをなんか売ってた、うん、まあ、デモテープってこと、ね、今ってもういろんなやり方があるやろうけど、ヨレちゃんって結構アナグロよね、なんかライブ、アナログですね、アナログ、うん、やっぱりツイッターとか SNS が、まあ、まあやっぱり一番発表は一番まあそれがアナグロですね。アナグマみたいな。のどぐろみたいですね。金沢の有名なお酒の銘柄な、美味しいですね。ね、のどぐろじゃなくてアナログね。アナグロ。うん、と割とそう。だそれで言う。なんでなんだっけ。ヨレちゃんの、うん、なんかお尻想像して。なんで？なんで？なんでなんで？アナグロ。ちょっと変態じゃないそれ。ちょっと想像する時間が、ま、全く想像してないよね。そうですね、今すごい、おい、なんだろう、遠回りしてやっと届いたけど、めっちゃ黒いやん。そうですね、うん、まあ、想像力あるのがいいんでね、何よりも。そうきたか、うん、すいません、ずっとこう喋ってるけど、そう、ずっとあゆめちゃん穴黒なんかな。穴だけにそんなことを思う人いるかな。今多分ね、この会場の中で思った方いなかったですよね、はい、一気に暑くなりました。そうですね、一気になんかちょっと暖房が上がったのかな。暑、うん、いよね。そうですね。ああ、インディーバンドはどのような感じで、まあ、発信のツールとかってことですよね。うんうん。まあでもやっぱ何だかんだで、なんかその一昔なんだろう。ああ、だから僕がまあアナログ。曲5分ぐらいやんか。吹いてるじゃん。うん。あ、でも曲もあのあ曲もあ、それ5分っていうのは1曲が、いや、どういうとこにその発表してんのかなと思って。ライブやっぱり、そうです。だからまあその宣伝方法はめちゃめちゃ増えたけど、例えばその音楽業界的な話でいうと、まあ、よくある CD が売れないっていう話とか、うん、今までは90年代以降ってその CD の売り上げっていうのがそのバンドの運営の部分で一番大きかったけど、うん、まあ変な話、メディアの発展によってその CD というものにお金を出すっていう価値観っていうのがどんどん薄れていって、今なんかグッズっていうもんね。だからそういう意味で言うと、その、まあ、ある意味そのアナグロにもつながるんですけど、その現場っていうものの価値がどんどん上がってるっていうのはやっぱり価値がなんかある。だからその宣伝の方法は、まあ、たくさんメディアが増えてるからいろいろやりやすくなった上で、どう会場にお客さんを来てもらって、そこで、まあ、グッズの展開とかそのものづくりの部分で言っても、まあ、さっきの、まあ、あの技術の発展にも、でもさ、なんかね、うん、ちょっと昭和の人間なんかもしれんけど、うん、やっぱり生身で勝負したいっていうところないですか。あ、そう、なんかね、自分もそうで、うん、なんかやっぱコスプレしてさ、加工して写真綺麗なの上げてたら、うん、言えねんけど、やっぱ生身で見て、うん、かっこよく生身で、うん、見て綺麗って思われたらやっぱかっこいいなと思うんで、うん、そこはね、うん、なんかどうしてもやっぱ生身で勝負したいって去年結構思って、うん、やっぱこの今の時代に流されて加工とか、うん、そんなばっかりでいいかんと、やっぱり素を見てもらって、うん、好きになってもらい、うん、であと会いに来てもらって、うん、なんか友達みたいな話したりして、やっぱそういう関係がやっぱあのね、うん、ちょっとかっこいいというか好きですね。無加工写真みたいな。加工はレイヤー同士分かんの、これ加工してるのか。で、分かるんじゃないですか。分かる。いや、僕はだから、あ、分かる人と分かんない人、極端なやつは分かるけど、いや、結構でも分かるの、男の人その全員可愛く見えたりするもんね。でもなんかそっか、想像つきません。その実際そのだからどこまでか連想してない時ってどうなるかって、なんとなく、だからそれがこの技術が発展してみんながこれに慣れていくことによって、その自分がこの自分がこうなるっていうのがみんな分かってきちゃうことによって、だから
修正できてるっていうものを当たり前になったことによって逆に修正してないものっていうのが分かりやすくなっちゃうんじゃないかなって。自分の友達が言ってた iPhone カメラで撮ったらかける 1.5 倍って言って、写真、うん、あの 1.5 倍、実物が 1.5 倍って言ってました、うん、このパシャって写して、うん、それのかける 1.5 倍ぐらいでって言って、全部ガッと1回で補正されちゃうの。そう、1回なんかちょっと魚眼レンズじゃん、なんかそれで広角の影響でちょっとちっちゃく写るじゃないですか、うん、だからそれの大体かける 1.5 ぐらいで想像してるとっていう感じでね、うん、だからその今言ってた実際作り込まれたことが当たり前になったことによって、うん、実際にその生身のね、ものの進化が問われるというか、写真見て、 その映像を見て、例えばその音楽でいうとのレコーディングの技術も発達してるから、うん、極端な話、そう、両方好きやで。だから加工して綺麗な写真で、あのクオリティ高いのもすごいなと思うし、うん、でも生身でも勝負してる人、うん、でもやっぱハイドさんでもそうやけど、うん、自分はライブして生身で見てもらって、その生が一番かっこいいじゃないですか、うん、ハイドさんも、うん、そこにやっぱかっこいいなと思うから、うん、やっぱ生でしょ、生だよね、アナグロも、うん、そう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 、そうアナグロもそう、だから最終的には最終的には絶対、そこはごまかせないじゃんっていう、アナグロの時そうそう、アナグロだから、生ですね、アナグロ至上主義ですよそうそれ、もう要は生身を大事にした方がいいんじゃないかなっていう、うん、生身を大事にし、いやだからそう、だからちょっと話戻すけどいい、大丈夫だっていろんなメディアの発展によって発信できるツールは増えてるけど、でも最終的にやっぱりその現場に戻したいし、で現場に来た時にいかにその表面のメディアで見せてる自分とのギャップを縮められるかっていうのが課題な気がするから、だから昔よりあのもっとシビアになってって、そのまあ曲もそうだし写真もまあ動画もみんな実際うわめっちゃいいじゃんと思って見に行って、良くなかったらもう次多分2回目行かないし、だから、まあ、ある意味発信はしやすくなってるけど難しい時代になってるのかなっていうか、まあ、確かになんかクオリティの高さいくつだでなんかあれは違うね、うん、生身で見て、うん、その配信とかそんなんで見てる時と同じ感覚で行って、うん、あ生の方がいいやんっていう場合と、うんうん、あんだけ言ってたのにここまでってね、うん、言うのと多分そうある、うん、自分はね、直人さんのお洋服の写真って見てるより実際来て実際見た方がめっちゃかっこいいなと思います。これめちゃめちゃいいことですよ ね。でもさ、ほとんどがまず写真で見る、ね、そうですね、そうですね、1回目は入り方はそう、自分もみんなそうです、 86% ぐらいらしい、あ、そうなんですか、その商品